はい、こんにちは。今回はね、こちらでシビックのタイプ R。ね、これ初回特別仕様。これも納車したときすごい大変でございました。で、こちらの方をね、ご紹介していきましょう。で、こちらは、ニュルブリング世界最速エフェクを目標に開発されたエクストリームハッチですね。で、2.0mm 直 VTEC ターボは310馬力。4尺回転を発生と、ボディやサスペンション周りはベースとなった欧米シビックと異なり専用シンガーを得されており、抜群のコーナリングスピードを実現していると。で、空力性能も徹底的に煮詰められており、最高速度は270キロを記録。ニューのタイムは7分50秒63秒と NSXR を超え、ホンダ最強のタイプ R となったんですね。で、価格は欧州で3万5000ドルと発表。日本ではまあ、秋頃、もうすでにね、もう販売されましたけども、まあ、導入予定というふうになっておりますね。タイプ R でしたですね。で、まあ、なかなかこのタイプ R はアメリカに非常に人気がありまして、いいなという感じでございます。まあ、ね、これ本当トミカで納車するときに、大変でございまして、まあこの頃からちょっと以前ぐらい、この時代か約2年ぐらい前だからちょうどこのぐらいかね、その時ぐらいから初回特別カラーがすごい人気になってきちゃって、昔から初回特別カラーってもう10年ぐらい前からあるんだけど、その時はね、そんなにね、今のような人気があるってわけでもなかったんですよ。っていうか逆に結構売れ残ってたのがたくさんあったんですけども、まあこの2年ぐらい前から急激的にその初回特別カラーっていうのが急激に売れるようになってきて、でそれで、まあこれもね、出てきたんですが、でしかもその中でも初回特別の中ですんげー人気があるやつっていうのは、まあこういう車なんですよね。シビックも熱心でシビックファンが多いから、ホンダファンが熱狂なのが多いですから、ですから、まあ、シビックのこのタイプ R とか、同じくホンダで言ったら NSX だとか、ああいった車がもう新車で販売されるよってなってすごい人気がありまして、なかなか手に、まあ、入らないというか、入りにくいというかね、まあ、そういう現状が、まあ、あるわけなんですよ。で、そういうこともあって、まあ、なかなか、納車するのが大変でございました。まあ、今後もですね、4月になると CHR これが出てくるんですが、まあ、あの CHR なんであそこまで人気があるのかちょっとわからないんですが、まあ決していいデザインだとはちょっと言い切れないんだと思うんですけどもね。ただあれが初回特別カラーっていうのが出ますでしょ、4月の。でもうすでにもうそれが発売される前に、もうすでに1ヶ月前の時点でもう人気がついたんですね。もう人気があって場所によってはもう納車できませんみたいな、もうそういうところのお店なんかもちらほらと出てきてます。どんだけCHR って人気あるんだみたいなね。あれもほら昔トミカで、昔じゃない、去年ぐらい前か、なんかね、でかいトミカタウンみたいな、でかいパーキング街みたいなのがあるじゃないですか。でそれ買うとそれで付属として初期だけだけどついてたんですね、 CHR のやつが。そのね、トミカの大きな町並みのやつを買わないと、出てきませんよみたいなところが、まあそれからですね、まあそれを機に人気がすごい出てきて、でトヨタのディーラーの、まあ、限定でCHR の初回カラーみたいなのが出てきたんだけど、それもすごい人気なんですよ。でそれでいてこの ホンダの、ホンダじゃないトヨタのやつですね。でその SUV が今度は4月に出てくると、そうするとそれもまたすごい人気があって、初回特別はもう手に入らないっていうお店が続々と出てきてるので、もう1ヶ月前でですよ。そうするともう多分もう1ヶ月経って4月に CHR 手に入れようと思ったらもう必死の思いして買わないと、もう開店の同時にすぐなくなっちゃうという可能性もありますからね。
ですからもうどんだけ人気があるんだっていうのですね。ただ同時であれば通常版はいつでも買えるからね、通常版はいつでも買えるんで、それは多分残るんじゃないかなと思いますけども、まあまあ買う方はもう必死になって買わないとちょっと難しいですよね。まあというわけで、このシビックのタイプ R のこれも出た時に、要するに CHR が出てきた現象と同じように、すごくこれ希少感があってなかなか手に入るのが大変だったんですよね。で、まあそういう中でなんとかこれ、買ってきましてね、納車できて、まあ、非常に良かったなっていうね、感じを受けましたね。で、内装もこのね、ほらね、赤リングみたいなね感じで、これ珍しいんですよね、このタイヤの周りのこの赤いリングのやつはね。ホットウィードも珍しいの、同じやつがありましたけども、タイヤではね、これもトミカではなかなかめったに出てこない。だから後々これはもうレアものになってくるやつ、超レアものになってくるやつですね。で、こういうふうに、内装もよくできてるし、黒いやつでね、なかなかいいなっていう感じでございます。これは確か、これもあれか、ボンネットが確かこれ開くんだったな。ちょっと待ってくださいね。こうやってなると、ほら、赤いエンジンね。赤いエンジンがちゃんとにね、こう、ついてるんですね。そういうところまで細かくこう出ているんですよ。なかなかいいですよ、この車ね。ただこれ聞いた話じゃ、600、シビックタイプ R は600万とかっていう値段だっていうのを聞いたことありますね。日本円だと600万ぐらいするっていう。みたいな。600万もするんですかみたいなね。シビックってもともとは大衆車でございましたんですけども、まあ、タイプ R でも、いくらタイプ R でもそんな600万も高くなかったんですけどもね。まあ、完売されると600万ではないかって言われていますね。すごい高くない高いですね。ですから、まあ実車としてはめちゃくちゃ高いんだけども、まあ、トミカとしては比較的手に納車しやすいと思うんで、納車してみるといいかもしれません。ただもう今これね、もう今の時代はこれは昔と違ってもスマホが急速的に普及してるんで、それで急に値段がね上がったりするっていうことが、もうプレミアム価格価値の付き方が急激的なので、まあ今このシビックタイプ R はもう初回のやつを手に入れようと思ったらもう2000円近くしますからね。下手したら2000円超えるんじゃないかっていうぐらいの値段してるんで、まあなかなか厳しいところには行ってますね。ですが、まあなかなかこれもこれでね、納車してみるとね、面白いかと思います。というわけで、どうもありがとうございました。